おはようございます。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 今日はなんとラボールプレイのアフレコデビューですよろしくお願いします。お願いします。バドミントン混合ダブルス綿菓子ペア渡辺優太です。東野有沙です。私はあのラケットの下の部分から巻いていきたい。はいはいはい。なんか細い方と太い方あるじゃないですか、うん、意外となんか分かれますよね。なんか自分なりにしっくりくればいいもんね、うん、はい OK です。はい OK です。いつも通りの感じになったと思います。あ、じゃあもう一番いいあれですね、はい、いやこれもオンエア楽しいですねどううまく繋いでもらってんのかっていう。確かに確かに。裏側はやっぱ我々しか知らないですから。青春は一瞬だからこそ眩しくて苦くて愛しいんだ。今俺の中に風が吹く。ラブオールプレイ。あーもう私イメージ完璧だわ。イメージ完璧、はい、みたいな。あ、見る。これのここが大事なのよ。この今みたいなありがとうありがとう言ってくれて今。あー完璧。これ撮られてるんですか、ずっとこうやって。恥ずかしい。いやいいいいんで、これも命を吹き込むんだ。青春は一瞬だからこそ眩しくて苦くて愛しいんだ。今俺の中に風が吹く。ラボールプレイ。はい、OK です。イエーイじゃないでしょ。どうだった？いやー、なんかね、らしさは全開ではあったよ。ダメ？らしさは全開ではあったんだけど、うん、その壮大さはなかったかもね。ねえ。ガチな感じではないね。違うんだよ。最初、入ってるよ多分。じゃあなんかね、もうちょっとね、あのこうしんみりした感じで言いたかったんだけど言えなくて笑っちゃった。よし。だってこれ壮大さをさ出すんでしょ。私はささやく感じだったから。ちょっとささやく感じではなかったよ言っとくけど言っとくけど、なんかあのだってこの辺はさ、だってラバールプレイぐらいで行かなきゃ。そうそう、なんか小学生が学芸会出てる感じだったよそう。参ります。青春は一瞬だからこそ眩しくて苦くて愛しいんだ。今、俺の中に風が吹く。ラブオールプレイ。はい、OK でーす。なんかうまいじゃん。どう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 。どう。なんかうまいじゃん。なんかちょっとアニメっぽくしたかったの。なんかちょっとわかなんかちょっと見せてた、ね、アニメ見せてたずるい。ラブオールプレイ。いやそんぐらいでよかったんだと思うよ。いやわかんないわかんない。俺正解じゃねえから。なんか正解っぽかったな私は負けました。もう負けましたこんな棒読みあるって書かれるかもしれない。いやそれが絶対それが可愛い。いい絶対
結構真剣にやったんだけどね。めちゃくちゃ良かったですよね、うん、なんでいや笑ってますよね、でも笑ってるのずっとラボールプレイ VTR どうぞ。青春は一瞬だからこそ眩しくて苦くて愛しいんだ。今、俺の中に風が吹く。ラボールプレイ。青春は一瞬だからこそ眩しくて苦くて愛しいんだ。今、俺の中に風が吹く。ラブオールプレイ。読売テレビ、日本テレビ系、土曜夕方5時30分、2022年春放送開始。